86年世代のスポーツ好きとしてはサッカーの本田さん、野球のダルビッシュさんが同学年の2大ヒーローです。ありがとうございます。お二人が本業で大きな成果を出されているだけでなく、考え方や生き様も斬新かつ独特で男からしてもかっこいいです。同学年としてお二人の対談がぜひ見たいと思っていますので、いつか実現してくださると嬉しいです。応援しております。はい、まあ、ダルビッシュさんはね、あのナウドゥにも、サポートいただいてて、投資家としてサポートいただいてるんですけど、うん、確かになんか考え方があの独特っすよね、うん、なんていうか、よく高校野球のトレーニングの仕方が根性論みたいなね、やことを未だにやってることに対して、まあすんごい自分の言葉でぶった切ってますよね。もうまあもうあれはもう間違いないなと思ってるんであれなんですけど、はい。なので、うん、僕もねいつかお話できる時が来ればいいなと思ってますし、はい、その時は皆さんにも共有できればなと思ってます。まだ分かんないですけど。Please follow it. Follow it.